はい、こんにちは。九州大学の今年の問題を紹介します。サムネにはちょっと入りきなかったので、まあ、趣旨を変えずに、まあ、カッコ3番だけを求めさせるような感じのサムネにしたんですけども、実際の問題はまあ、こんな感じなんですけども、F カッコ X、まあ、四次式ですよ、と。で、イコール0が虚数解を持ちますよ、と。で、カッコ1番で X マイナス2で割り切る、すなわちまあ、X イコール2は、これイコール0の解ですよ、示せ。示せってのは、これ、割り算して実際に割り切れるんで、それでおしまいですよね。まあ、X イコール2入れるなと言われてもなんとなく2ぐらいは入れたくなりますよね。で、実際2入れればここが0になるのはまあ、一目瞭然なんで、K が消えてくれると。では、実際うまく0になるということで、まあ、X マイナス2で割り切れるのはもう実際割り算すればいいだけですね。16マイナス K、2K、マイナス64で、1,2,8,2,16,16-K 32-2K で32で64で割り切れるということで、この式っていうのは、じゃあここ書いちゃおうか。 x マイナス2括弧 x 3乗プラス 8x 2乗プラス 16-KX プラス32と。で、そしたらまあこれでも割り切れましたと。もう実際割って割り切れたら文句ねえだろうと。で、F カッコ X イコール0は、負の実数解、1個まあ正の実数解にはあって、もう1個負の実数解を持つことを示せっていうんですけど、じゃあそしたらこれ、残りのこっちの3次式イコール0。じゃあ G カッコ X を X3 乗プラス 8X2 乗、16マイナス KX プラス32としたときに、これイコール0っていう3次方程式。3次方程式は、まあ必ず実数解1個を持ちますよね。で、まあそれが負であることを示せばいいと。まあもちろん正の実数解もあるかもしれないけど、ここでは負の実数解があることさえ言えばいいんで、まあそしたらこんなの3次関数で y 切片がプラスの3次関数で3次の係数がプラスだからもうこうですよね。なんでまあじゃあちゃんとやろうとするんだったら、じゃあ一応 x3 乗でくくって、1足す x 分の8足す x 二乗分の16引く k 足す x 三乗分の32で x をプラス無限にしたら g カッコ x もプラス無限ですよね。000x 無限ならで、プラスの無限の三乗はプラスの無限で、 x をマイナス無限にしたらG カッコ X もマイナス無限と。0、0、0。で、マイナスの3乗だからマイナスの無限だから、まあ、こうですよね。でももちろんこれがこうなってたとしても、負の実数解があることには変わりないんで、これあってもなくても、もう負の実数がありますと。で、まあ、カッコ3番。この辺はしてもどうでもいいんで消しちゃいます。で、カッコ3番で、F カッコ X のすべての実数解が整数で。だからまあ1個は2で。で、これも整数で。じゃあこれ、マイナスアルファとしていきますか。アルファを正として。負の実数解。マイナスアルファっていう解。で、アルファは正としていきますと。で、2が整数なのはもういいとして。で、アルファも整数で。で、虚部も実部も整数な虚数解を持つと。で、ここで何気なく虚数解がありますって言ってるんですけど、実数係数の方程式が一つの虚数解を持っていたら、それと強約な複素数も解になってますよっていうのは、まあ多分ここでは証明せずに使っていいんでしょうね。もうここではですから、この三次方程式イコール0の3つの解をマイナスアルファ、A たす BI、a-bi っていう風に、強約な複素数は解になってますよっていうのは、まあ、証明なしで言っていいんでしょうね。まあ、でも一応、まあ、気持ち悪ければ証明しておきますか。anx の n 乗プラス、an-x の n-1 乗足す、a1x 足す、a0 が0っていう、実数係数の方程式があって、それが、
x イコールアルファっていう虚数、これ虚数、一緒このアルファとは別です、別です、別、今ちょっと別個の証明、 x イコールアルファっていう虚数解を持っていたらアルファバーも解になってますよというのが、まあちょっと簡略で証明しちゃいますけど、ビルビルビロンとバーの線引っ張ってもいいですと。でバーの線が切れるのはいいと、バーの線は別に切っても構わないと、切っても構わないと。で実数のバーは同じですよね、ベータが実数だったらベータとベータバーは等しいですと。あ、そうですね、強約な複素数っていうのは虚部の符号が反対っていう定義なんで、虚部がなければそれはもう同じもんですと。でなんで、この実数係数の上のバーも消えると、消えると。で、これが α の n 乗、 α の n-1 乗っていうふうに成り立ってるんだったら、そのバーがくっついてる式も成り立ってますねと。まあ、ただここでちょっと気持ち悪いのは、α の n 乗のバーと α のバーのこうじゃなきゃいけないんですよね。今でも上に引っ張っただけだとこっちですよね。これとこれが等しいことも一応言っとかなきゃいけないのかなと。まあ、家と言うんだったら言いますか。じゃあ、アルファを R コサインセイタプラス I サインセイタとでもするならば、まずこっち、アルファの N 乗のバーっていうのは、まずアルファの N 乗した R の N 乗コス N セイタ足す I サイン N セイタのバーなんで、こうですよね。なんでこれは、まあ実部はそのまま消えちゃってよくて、で、コス n セイタマイナス i サイン n セイタですよね。これは。で、一方、こっちのアルファバーの n 乗っていうのは、まずアルファバーっていうのが r コサインセイタマイナス i サインセイタですね。これのバーなんで、虚部の符号が反対の N 乗をしたものがこれにならなきゃいけないと。で、じゃあこれ、R の N 乗は i として、これ、ドゥーマーブル使いたければ、こう、プラスにしなきゃいけないんで、角度をマイナスセイタにしてあげれば、ここはプラス i サインマイナスセイタの N 乗と。そしてこれが、R の N 乗コスマイナス N セイタ足す I サインマイナス N セイタと。で、これは R の N 乗で、角度の符号が反対でもコサインは値同じ N セイタ。で、角度の符号が反対のときはサインはこのマイナスを前に持ってこれますよね。i サイン n セイタと。いうことで、同じと。いうことで、まあ、これとこれは同じなんで、一つの虚数解があったら、それの強約な複素数も、まあ、解になってますと。まあ、これは多分言わずに使っていいんでしょうと。で、今、じゃあ、三つの解を、マイナスアルファ、a 足す bi、a 引く bi で、ここでは、A、B、整数で、B は特に自然数ですね。B、自然数。B が0になっちゃうと、虚数解っていう条件が崩れちゃうんで、A は0でも構わないけど、B は自然数と。で、そしたら、これの3つの解、解と係数の関係、解と係数の関係は、アルファ、ベータ使っちゃったけど、まあ、まあ、いいや。ここでもこのアルファたちと一緒覚えだけです、覚えだけ。解と係数の関係、プラスとマイナス、あやふやになった時にちょっと書いときゃいいだけなんで、x3 乗で、2次の係数は、x2 個とマイナスだから、マイナスですね。アルファプラスベータ、x の2乗。で、1次は1個と文字、定数2個だから、プラスですよね。プラス、アルファ、ベータ、ベータ、
ガンマ、ガンマ、アルファとプラス。で、定数項はやっぱマイナスですね。そして覚え書き。そしたら、解と係数の関係で3つの和。マイナスアルファプラス 2a ですよね。虚部消える。が、ここがマイナスだからマイナス8と。で、それぞれの掛け算。これの掛け算とこれの掛け算をすると、ものを足すと虚部が消えるんで、マイナス a アルファが2個。マイナス 2a アルファ。と、これとこれの掛け算は、a 次乗足す b 次乗。が、ここ、16マイナス k と。で、これ3つの掛け算は、マイナスアルファ、で、これとこれの掛け算が、a 次乗足す b 次乗。が、マイナス32なんで、アルファ、括弧、a 次乗プラス b 次乗が32と。で、まあ、アルファ、a、b、整数。で、特に、アルファは0より小さ、マイナスアルファが0より小さい整数なんで、アルファもやっぱり自然数ですね。で、b も自然数。なんで、相当絞れると。じゃあ、まずこの関係からアルファの候補としては、0はダメで、2,4,8,1,6,3,2 ですね。で、その時の a 次乗足す b 次乗の値は、2の時で16,8,4,2,1と。で、アルファが2だったら、今度ここを見ればいいですね。ここ。あ、で、すいません。アルファが偶数だな。こっから、まあ、こっからも言いますね。こっからもアルファ偶数は言えると。これも、からも言えるのかな。で、そしたら、アルファが2だったら、2a がマイナス6なんで、a がマイナス3。a 次乗が9。b 次乗が7。ダメと。じゃあ、アルファが4だったら、アルファが4だったら、2a がマイナス4。a イコールマイナス2。そうすると、a 次乗足す b 次乗が8。a 次乗が4だったら、b 次乗も4で、b イコール2で OK ですね。で、そしたらば、ここを見ればいいのか。はい。アルファが4で、a がマイナス2。4とマイナス2かけると、16。ちょっと消える。そうすると、a がマイナス2だから、4足す、で、b が、b も2。が、16が消えた。引く k と。ということで、k はマイナス8。一つ答え出たと。k イコールマイナス8、OK と。で、アルファが8だったら、アルファが8だったら、a が0。a が0だと、b が2で OK ですね。b イコール2。0たす4で OK ですね。で、そしたらば、ここに入れて、a が0なので0、0。b が2だから4。4イコール16引く k だから、k が、12。なんでもそれも OK と。OK。で、アルファが16だと、a 次乗たす b 次乗が2で、で、アルファが16だと、2a が8で、a イコール4だと、これがもうそもそも無理ですね。で、アルファが32だと、a 次乗足す b 次乗が1で、アルファが32だと、2a が24、a が12で、これも全然ダメですね。ということで、この2つだけが解になりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の
回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。